どこへ行っていた？散歩だよ。こんなとこにずっといたら息が詰まっちゃうからね。王妃になりたいのだろう。それが望みではなかったのか？それとこれは別だよ。私は束縛されるのが一番嫌いなんだから。そういえば大広間が騒がしかったようだけど。リオニスの者どもが到着した。あらら、じゃ歓迎会の真っ最中なのね。参加したいか？つまりリオニスを切り捨てるってこと？そのつもりだったが、奴らにはまだ利用価値がある。想定外だがな。ふん、じゃあその後は？敵勢力を片付ける。行くわよ。ふむ、あれを倒せばいいんじゃな。大丈夫か？さあ、行くわよ。はあ？そこまでだ。この声は。何やら騒がしいと思えば。クーリ殿。我が盟友エルデ殿ではないか。ふん。正体不明の部隊が国境を越えてきたとの知らせがあり、シックを差し向けたのだが、それがエルデ殿だったとはな。クーリ殿、父は深手を負っております。すぐに。ああ、わかっている。それから、そちらのホルンの兵も随分と傷ついておられる。お前たち、お二人を奥へお連れしてすぐに治療を。はっ。
シュゼルトのこともお見通しか。